あざみくんも古着が好きみたいだったからプレゼントにしたよ。お誕生日おめでとう。あざみのスキンケアは続けるとちゃんと結果が出る。監督に褒めてもらうために今も続けてる。おはよう。あざみ、おめでとう。たまには兼任組で飯っていうのもありかもな。他のみんなにも声かけるか。よし、今日も。あざみ、誕生日おめ。姉貴の足で化粧品見に行くから、何かリクエストあればライムよろ。朝の支度って。あざみ、必要とあらばこの顔はいつでも差し出すよ。好きにメイクしてほしいね。モーニングだよ。あざみも高校生になったわけだし、また一つ大人の知識を授けようかな。反応が楽しみだ。おはよう。これ日本未発売の化粧品らしい。俺にはよくわからないが、ま、あざみは喜びそうだな。おはよう。監督も早くし。あざみおめでとう。メイクと衣装の参考になりそうな舞台あったんだけど、一緒に行くでしょ。おはよう。キルフ。あざみくんも少しだけ少女漫画を読んでくれるようになりました。だんだん慣れてくれるといいな。おはようございます。あざみ、少し大人になったし、またエチュードでみんなをキュンキュンさせに行こう。朝ごはんは。あざみおめ、実は妹がメイクに興味持っちゃってさ、今度俺にもメイク教えて。おはぴこ。今日あざみ、いつも仲良くしてくれてありがとな。今日は学校帰りにラーメン食べに行くでしょ。部活の朝。誕生日おめ。そろそろあざみに身長抜かされそうで怖えんだよな。それ以上成長すんなよ。あざみの誕生日なのに、あざみから大量のパックを渡された。これじゃ俺が誕生日みたいだ。あんた、
朝からよく。あーちゃんと俺っちといえばラーメンっしょ。魂の湯切りで激うまな一杯ごちそうするっす。朝からうるさいって。珍しくあざみからリクエストをもらったからな。今日はあざみの好きなものをフルコースで提供だ。おはよう。って、おいおい、ボン、おめでとう。たまには欲しいものねだってもいいんだぞ。今日はお前の誕生日だからな。ダラダラすんな。悔しいけど、この騒がしさがないと物足りないんだよな。今日ぐらいは素直に礼言っとく。はよ。今年も一日あざみくんのヘアメイク練習台です。今じゃちょっと楽しみな恒例行事ですね。おはようございます。何事も。泉だ、おめでとう。サッカーの腕もさらに上がったんじゃないか。これからも期待してる。朝一のランニング。アサミへのプレゼントに緩めの服を買ってきた。やっぱり楽な格好が一番いい。おはよう。文芸部のようにラップクラブがあってもいいと思うのだが、あざみくんはどう思うかね。おはよう。私に触れたき あざみに綺麗になったって言われると自信が持てるんだ。でもそうなれたのはあざみのおかげだよ。たまには早起きも悪くない。監督はどこ。泉だ、おめでとう。またうつきやクモンと料理をしないか。あの頃より俺も役に立つだろう。監督、おはよう。あざみの誕生日、ダチの大事な日だから一番に祝いたくて0時の5分前にライムしちった。おはようっす、芝居って。あざみ、誕生日おめでとう。今回はシフトも誘ってみんなでお祝いしねえとな。今朝も兄貴